さあ時刻は8時18分になるところです。はい、スペシャルクロスのコーナーです。今日のテーマはこちら、東京に滞在する外国人の生活を覗き見する東京外国人百景。今日は日本の文房具に興味津々な外国の方をご紹介、はい、機能的でアイデアの詰まった日本の文房具、どんな風にして皆さん興味持っているのか調査してきました。ご覧ください。リポーターは一人妄想劇場という動画が人気の YouTuber 関口愛美さん。今回は文房具の老舗伊藤屋にやってきました。早速行ってみましょう。お邪魔したのは銀座にある文房具の専門店伊藤屋。店内に並んだ商品はベーシックなものからデザイン性の高いものまで豊富な品揃えで外国人にも人気なんです。今日は何を買われてるんですか？ Today I'm buying some greeting cards. あ、グリーティングカード。 Yes, yes. わあ、いっぱいありますね。欧米のライフスタイルに欠かせないグリーティングカード。どんなに生活が IT 化されても紙のギフトは重要なアイテムなんです。 I will always buy something here. I love the selection of stationery products in Japan, particularly in Itoya. 続いてノートをたくさん持ったこちらの男性は、 Why choose this? I like the grids and my girlfriend likes the plain. High quality. Very high quality. So very nice. と皆さん日本の紙製品を絶賛。こちらの女性は友禅紙を見つけて、It's very typical Japanese. Very nice paper. Oh, the Japan, ですね。Yeah. Yeah. Looks like a picture. It's very beautiful. I think we don't have this kind of paper in Germany. こちらの紙はポスターとして飾ることができて外国人にも人気なんだとか。一方、アジアからのお客さんは伊藤屋オリジナルのペンを購入。台湾でも売ってそうかなと思うんですけど、なぜ日本で買ったんですか？ Because I can't find something like that in Taiwan. It is made by metal. 彼は金属でできた珍しいペンが気に入ったよう。その他にもペンを大量に購入する人がいたり、日本の多機能ペンも大人気。そして筆ペンを選んだ通な女性は、I try to go to many paper stores and art supply stores in Tokyo, so this is a favorite shop. いろいろ買うというのでついて行ってみると、こちらは This is my favorite packaging. 海苔のコーナーです。I love this packaging. I take this home for friends in Australia. とてもラブリーなパッケージでオーストラリアに買っていっても大人気だと。No.1 そんな彼女が興味を持ったのが日本のハンコ。Is this, you have your name? You have your name in a stamp. Yes. ここに主肉がついてて、Very ingenious. ね。So cute. とっても気に入ったようで、オリジナルのハンコを作ることに。所要時間はおよそ20分。当て字の候補の中から好きな意味を選んで、その日に持ち帰ることができます。果たしてその仕上がりは。ありがとうございます。楽しみにしてみてください。あ、綺麗。 I like analog. This shop is analog. やったー。やったー。オリジナルのハンコを作って大満足なお二人なのでした。いいですね。嬉しいですね。確か文房具屋さんってその国の文化そのものだったりしますよね。ね、海外行っても行きます？行きます行きます。いろいろなこうポストカードだったりとか、文房具可愛いですよね。確かに。日本のペンの評価高いんですよね。そう、やっぱりね、滑らかな書き方じゃないですか。だからね、ペンセット持っていくだけで素晴らしいお土産になるので、すごい喜んでいただけるし、あと千代紙いいですよね。あ、千代紙ね。で、スクラップブックっていうのをアメリカよく作るんですけども、スクラップブックにこうやって千代紙を切ってね、貼ったりするって、日本ってあんまりスクラップブック文化ってまだそんなにやってないですけど、アメリカ人はすごい
いスクラップ小学校の先生か、うん、あの記者かどっちかぐらいですね。瀬尾さん、はい、よくあの外国人僕も喜ばれるあの消せるボールペンっていうね、あとはあのすごいですよね、すごいです、あとあの変な消しゴム、お寿司の形した消しゴム、うん、そうなんですよ、うん、食品サンプルのようなものが今人気だということで、はい、消しゴムにも出てるんです、ね、あれも喜ばれますよね。いやあの今日であの外国人の方のお土産はもう伊藤屋にしようかな、伊藤屋新しい情報を知ります。なるほど、はい、ということで以上スペシャルクロスでした。